はい、皆さん、こんばんは、こんにちは。元公立高校理科教諭のチョボ先生です。チョボットサイエンスのお時間となりました。チョボットサイエンスは皆さんにちょこっと、チョボットサイエンスに触れていただいて、科学的思考力を身につけて、理系頭になっていこうということを目的に配信しておりますということで、質問なんですが、ね、皆さん、自分の体重は気にしますかっていうね、まあ質問なんですが、まあ、自分の体重、体型をですね、気にしないよっていう人はね、いないんじゃないかなっていうぐらいですね、まあ、体重、体型ね、まあ、気にされてる方がね、多いのかなと思うんですけども、で、自分の体型の体型がですね、まあ、適切な体重なのかどうかというのをですね、まあ、判定するのに、BMI っていうね、まあ、ボディマス指数、体格指数というのがあるんですけども、まあ、BMI はですね、体重、まあ、キログラムを身長、まあ、メートルにしてね、の2乗で割って計算できる。まあ、体重を身長の2乗で割って計算して出された値を、まあ、BMI と言うんですけども、これね、まあ、太りすぎと、ね、される分かれ道が、まあ、BMI が25なんですね。まあ、30を超えると肥満で、まあ、日本のね、日本肥満学会の基準では25以上肥満としてるんですけども、このね、何かと出てくる BMI、これ聞いたことある人もいると思いますし、BMI でね、まあ、自分の体型は太りすぎか、痩せすぎかっていうね、まあ、要は指数としてね、まあ、健康的な、まあ、指数として使われてきたんですけども、まあ、今日のお話につながるんですが、このね、健康状態と BMI のこの関係がですね、この健康の自分の体型が体重がですね、BMI によっていろいろね、こう判定されてますけども、これ、判定する指数として、ふさわしくないんじゃない？適切じゃないんじゃない？っていうですね、まあお話をね、したいと思います。このね、BMI はですね、1970年代に健康な体重の指標として導入されてからですね、まあ、診察室、まあ、医療ですね、いや、ジム、ね、こう、スポーツジムとかで、まあ、使われ続けてきたんですね。でもですね、まあ、最近になって、まあ、ここ10年ほど前ぐらいですかね、専門家たちはですね、BMI の妥当性を再検討し始めているというところなんですね。まあ、健康状態と BMI との関係は非常に複雑で、まあ、総合的な健康状態の指標としては必ずしも適切ではないから、まあ、10年ぐらい前から BMI ってどうなん？指標としてねっていうのを、まあ、疑問にね思い始めてきたと。まあ言ったところなんですね。まあ先ほども言ったように BMI はですね、まあ体重を身長の2乗で割って計算できて、まあ太りすぎとされる分かれ道は25。まあ世界保健機関 WHO の基準では BMI が25以上か体重、ちょっと太りすぎだよと、まあ、太り気味だよということですね。で、30以上肥満としてはいるんですけども、日本の場合は25以上肥満としているわけなんですね。うん、で、まあ実際ですね、まあいくつかの研究で BMI が高い人は、心血管、疾患。要はこの、心臓系の疾患ですね。あと、2型糖尿病など、の、内分泌疾患のリスクが高いことが、まあ、分かっているというね、まあ、エビデンスもあるわけなんですね。でもですね、健康に悪影響を及ぼす要因は、体重だけではないよ、というところなんですね。まあ、体重が重いから不健康ということはですね、必ずしも言えないし、BMI が高くて肥満だから、あなたは不健康だよと、まあ、言うですね、そういうね、レッテルね、を貼られるということがですね、まあ、そもそも間違いなんじゃないかということなんですね。で、このね、肥満という BMI が高い25以上、日本の場合ね、25以上だと肥満だから、そういうね、あなたは肥満ですっていうレッテルを貼られるということがですね、まあ、健康状態の悪化につながる恐れがあるという研究もね、示されてるんですね。まあ、病は気からじゃないんですけども、肥満だから、まあ、不健康なんだと思ってしまうと、この健康状態に、ね、悪影響を及ぼすよと、いうことなんですね。でね、このね、BMI がね、高いだけでは、必ずしも死亡率が上がるわけではないという研究もありましてですね、スリムでも、不健康な人はいるし、BMI が25を超えていても、まあ、他の健康指標がですね、良好な人もいるということなんですね。これはですね、アメリカのハーバード大学医学大学院の准教授で、マサチューセッツ総合病院の肥満症専門医である
ファティマ・スタンフォード氏はそういうふうにまあ言ってるということなんですね。だからは、BMI が低から低いで、この痩せてるからといって、健康ではない不健康な人もいるし、25を超えていても、体重以外の他の健康指標がですね、まあ良好な人もいるよというところなんですね。で、この BMI はですね、ある人の健康状態をそれほど正確に予測するものではないともいうふうにまあ言ってますから、BMI に、頼りすぎるのはどうなのというところなんですね。じゃあなんで、まあ、我々がですね、今までですね、まあ今でもでもそうですけども、BMI に頼ってるのかと、まあいうことなんですね。まあ総合的なね、健康状態の指標としてもっといいものはないのかと、まあ、いうね、そういうのは2点についてお話ししていきたいと思うんですけども、このね、BMI が、使い続けているのか、で、どういうような経緯で出てきたのかということなんですが、まあ、1830年代に、ベルギーの統計学者、ランベール・アドルフ・ジャック・ケトレーという方なんですけども、まあ、その方がですね、標準体重の指標という概念を思いついて、標準的な男性の理想的な体重の指標を数値化しようというふうに試みたんですね。さらにですね、1950年代になると、生命保険会社が個人の体重を身長、年齢、性別が同じ人々の平均体重と比較することで、その人の体脂肪の量と死亡リスクを推定するようになったんですね。で、さらにですね、1970年代、生理学者のアンセル・キーズという方がですね、主に中年の健康な白人男性約7000人についての研究結果を発表し、BMI の計算式が誕生していたという流れなんです。だから1830年代から理想的な体重何なのかなってことをやって、まあ、右往左往しながらですね、まあ、1970年代に、アンセル・キーズという方がですね、BMI の計算式が誕生したと、いうことなんですね。で、BMI はですね、その後、まあ、1970年代その以後ですね、子供やティーンエイジャー向けの尺度が作られたり、より最近の人口データに基づいて、肥満判定の基準が調整されたり、してきたんですけども、基本的なね、計算式は変わっていなくて、男性にも女性にも同じ式が使われていると。まあ、体重割る、身長の2乗ですね。うん。このね、まあ、BMI がですね、今でも広く使われている理由の一つとしては、比較的測りやすくて、まあ、体重とね、身長差を測れば出ますからね、まあ、特別な訓練を受けていない医療従事者でも利用しやすいからと、まあ、言ったところがですね、まあ、要は手軽に、そいつ指数として使いやすいっていうのが、まあ、大きな利点なのかなと、いうことなんですね。で、このね、BMI がね、極端に低かったり高かったりする場合は、健康問題がある可能性を示す指標となりうるんですけども、まあ、25から30程度では、他の健康指標なしでは解釈が難しいと。体重だけでは、あなたは不健康ですよっていうのはですね、さすがにそれはちょっと言えないんじゃないと、いうところなんですね。うん。で、このね、BMI のみでの健康状態の評価には非常に大きな問題があって、その人の体重のうち、脂肪、筋肉、ね、骨密度とかね、骨がね、それぞれどの程度の割合を占めているのかっていうね、まあ、体組成ですね、体の組成ですね。まあ、それをですね、まあ、BMI を見ても判断できないので、まあ、BMI だけで物事を語るのは、まあ、良くないよと、まあ、いうことなんですね。うん。で、2016年に医学誌インターナショナルジャーナルオブオベシティに発表された4万人以上の米国人、アメリカ人を対象とした研究では、参加者の BMI を他の健康指標、インスリン抵抗性とか炎症マーカー、血圧、コレステロール値、中性脂肪値、血糖値などと比較したなんですね。その結果ですね、BMI の値から、過体重、まあ、25ですね、と判定された人のほぼ半数、肥満と判定された人の約4人に1人は、それ以外の健康指標が正常だと判明したと、いうことなんですね。だから BMI だけじゃなくて、他のやつも入れましょうよという話なんですよ。だから BMI 高いからといって、他の、そういった健康指標っていうものが、まあ、骨密度とかね、中性脂肪値とかね、コレステロール値とかね、それがまあ、正常だよと、まあ、いうことなんですね。で、まあ、BMI では、過体重になる米国人のうち、アメリカ人のうち、3400万人、めちゃ多いですよね。3400万人は、それ以外の健康指標は、完全に正常なのです、というね、報告もあるわけなんですね。うん。でね、これね、もう他にもね、問題があってね、さっきもちょっとちらっと言ったんですが、この体の組成ね、
は、人種や民族、年齢、性別によって違いが、まあ、あるにもかかわらず、BMI の計算ではですね、半世紀前に白人男性のデータに基づいて開発された計算式が全ての人に使われているというのもですね、まあ、問題であるということなんですね。まあ、それ以外の人々、特にね、黒人女性はですね、この基準では健康的でないと、まあ、不当に判定されてしまうと、いうところがあるので、まあ、BMI を全てのこの健康に置き換えて、考えるの良くないし、他の体の組成も考えましょうよとかね、このコレステロール値とか、そういったものもちゃんと複合的に入れないと、判断はできないよと、まあ、言ったところなんですね。うん。じゃあ、まあ、どんなね、指標がいいのかということなんですが、BMI に代わる指標ね、今注目されているのがですね、先ほどのスタンフォード氏ですね、が提唱しているんですけども、まあ、肥満が気になるのであれば、ウエストの周囲径、ウエストの大きさですね。で、ウエストの周囲径や、ウエスト、のヒップ比。なので、ウエストとヒップのね、お尻の割ると、このね、ウエストヒップ比との方が良い健康指標になるかもしれないというふうに、まあ、助言しているわけなんですね。まあ、過剰な内臓脂肪は体重に関係なく、心血管疾患などの健康への悪影響と強く関連しているので、まあ、ウエスト割る、ヒップの方がですね、いいんじゃないということなんですね。まあ、W パー、ヒップ比っていうふうに言われてますけども、どちらもいいんだよってことですね。まあ、その点でね、新しくね、まあ、開発された指標がですね、身長とウエストから計算される BRI ね、BMI みたいな感じで名前ややこしいんだけど、体丸み指数 BRI の方がですね、BMI よりも優れた指標となるかもしれないというふうに言われてるんですね。このね、BRI はですね、心臓病、糖尿病、腎臓病、癌などの疾患リスクを推定する上で、BMI などの指標よりも優れていることが、まあ、示唆されているということなんですね。で、まあ、実際にですね、まあ、今年の論文ですね、2024年6月に医学誌、JAMA、JAMA、ネットワークオープンに発表された研究では、3万人以上のアメリカ人を20年にわたって追跡した結果、BRI が最も低いグループと最も高いグループの死亡リスクが目立って高いことが明らかになっているということで、まあ、丸みを帯びた人の方がですね、まあ、死亡リスクが高いということなんです。もちろんね、体重ではなくて、このウエストね、体重とこのウエストをですね、身長とウエストね、身長とウエストの、この丸み指数の方がより、まあ、健康的指標としては優れているんじゃないかということが、示唆されていると、まあ、いったところなんですね。ということでね、まあ、我々ね、まあ、体重を気にしがちなんだけども、体重、まあ、確かにね、まあ、その極度の、BMI が高いとは確かにそれは健康をね、的にその指標的に、まあ、まあまあ、その、うまく示唆されてるものなんだけども、まあ、それだけじゃですね、判定できないということと、BMI が高いからと言ってですね、レッテル貼っちゃうと、さらにこうストレス、まあ、コルチゾールっていうね、ストレス性のホルモンが増えてですね、よりね、健康が悪くなってしまうと、健康状態が悪くなってしまうっていうのがありますからですね、まあ、体重が重いからレッテル貼る、BMI が高いからレッテル貼るっていうのはちょっとね、他の要素も入れましょうよと。体の組成であったりとか、その、半世紀前に使われた白人のデータをね、すべての人に採用しているのもちょっとどうかなといったところですね。まあ、その人その人、その人種とか、その生活ね、様式とかもちゃんと加味した上での指標というものがですね、もうちょっと考える必要があるよといったところですね。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。それにしてもやっぱりね、体重はちょっと気になりますけどね、ということで、それだけじゃね、健康指標は測れませんから、いろんな指標がですね、今後ですね、出てきてですね、自分の健康状態を、まあ、簡単にね、判定できる、まあ、世の中が来たらいいな、といったところですかね。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。それでは皆様、さよなら、バイバイ。